井上ドラゴンズ、観客動員数どうなる？増えないの？これじゃ優勝しても立浪の頃より稼げないわ。というかなんで客増えてるんだよ、おかしいだろ。基本的に負けるからたまに勝った時のお汁が出るんよ。昨日からおかしな記事が出だしたし、フロントで内部抗争起きてるっぽいな。監督明るくなってよかったや。マジでそれはある、陽キャ。野球チーム運営会社の内部交渉って地面で見たらしょうもないよな。金が集まるから起きてしまうんやろか。みんなの意見もコメントで教えてね。チャンネル登録よろしく。本当によろしく。